虹色トリップです。今回は京都でコストパフォーマンスが素晴らしい、和の趣感じるリーズナブルなホテルを発見しましたので、ホテル滞在記をお届けします。気軽に京都を旅したい、そんな方の参考になれば嬉しいです。現在私は京都市下京区の烏丸に来ています。今回のホテル選びは開業5年以内、一泊朝食付きプランが1人5000円台、そしてリーズナブルでも趣を感じる、そんなわがままな条件で探してみました。でもありました、そんなわがままな条件を叶えてくれるホテルが。こちら今日宿泊するホテル、アゴーラ京都烏丸です。阪急京都線烏丸駅、または京都市営地下鉄四条駅25番出口より徒歩約6分、西の東院通りに位置しています。駅地下で観光にも便利な立地です。開業は2021年3月、オープンから3年のまだまだ新しいホテルです。ホテルのコンセプトは街心に触れる査定、新しいことの歴史、新しいものを取り入れそれを伝統に変えてきた歴史ある京都の地で、茶の湯の心でお迎えする邸宅というようなコンセプトだそうです。入り口横には石庭をイメージしたような空間が作られていて、海外の方が喜びそうですね。まだチェックインできる時間ではないですが、一旦荷物を預け、そのままロビーフロアも見せていただこうと思います。エントランスから入ってすぐのところにフリードリンクコーナーがあります。ここは宿泊客なら24時間いつでも自由に利用できるドリンクカウンターです。これはとても嬉しいサービスです。後ほどゆっくり利用したいと思います。こちらは休憩スペース、朝食会場を兼ねた一エラウンジ。フリードリンクのカウンターの飲み物をここでのんびり座っていただくことができます。和のインテリアでほっと一息つける落ち着きあるデザインです。それでは一旦ランチに出かけます。ホテルにはレストランが併設されています。今回こちらでランチをいただきたかったのですが、ホテルを予約した2週間前にはすでに満席で予約ができませんでした。雰囲気の良さそうなレストランだったので残念です。ちなみにお値段はランチは2500円から、ディナーは1万円からあるようです。またリベンジしたいです。京都の台所、錦市場を通り抜け河原町方面に向かいます。到着しました。本日ランチをいただく四条寺町のすき焼き木村さんです。創業90年を超える地元の方や観光客に愛される歴史あるお店です。新しいお店が多く入る商店街で、趣あるこちらの店舗はかなり目を引きます。ちょっと入りにくい雰囲気がありますが、外にメニューが置かれているので安心です。主なメニューは和牛ロースすき焼きセットが3300円、和牛並肉セット3100円、12時から2時までのランチタイムサービス和牛すき焼きは2200円、ランチセットは税込み価格でご飯もついています。ランチセットが2200円は思ったよりもリーズナブルです。お店に入ると人数と予約の有無を聞かれ、靴を脱いで2階に上がります。普段は行列店のようですが、今日は空いているようです。予約なしですんなり入れてよかったです。2階に上がって10分ほど待ってテーブルに案内されました。昭和感漂う店内、タイムスリップしたような雰囲気です。懐かしさを感じるテーブルの上にはコンロとすき焼きの作り方の案内が置かれていて、自分で作るスタイルのようです。私たちはランチサービスと迷いましたが、3300円の和牛ロースのすき焼きをオーダーしました。ホテルはコストを抑えたのでちょっと贅沢しちゃいます。
大きな霜降りのお肉が来ました。お肉の上には砂糖と牛脂が乗っています。別添えで玉ねぎとネギ、焼き豆腐、白滝、おふ、三つ葉です。野菜から焼き始め、その他の具材を入れ割り下を注ぎます。最後に牛肉とお砂糖を入れるという作り方が書かれていました。いよいよお肉です。この大きさすごい迫力です。出来上がりました。美味しそうです。卵にたっぷり絡めていただきます。笑いが止まりません。美味しすぎます。サクサクと歯切れのいいお肉が口の中に入れるととろけます。ご飯はいらないかなと思いましたが、これには白米が必要です。追加でオーダーしました。お肉は量は多くないので、足りなければ追加オーダーしようと思っていましたが、野菜や豆腐などの具材がボリュームがあったので追加なしでお腹いっぱいになりました。レトロな店内でいただくすき焼きは美味しく楽しい体験でした。ごちそうさまでした。ホテルに戻ってきました。チェックインが完了したのでお部屋に向かいます。今回のお部屋は4階です。ルームキーは表面が木製でとってもおしゃれです。ホテルのカテゴリーはビジネスホテルですが、こだわりを感じます。それでは一泊朝食付きの5500円のお部屋、オープンです。おお、いいんじゃないでしょうか。コンパクトな洋室ですが、和を感じるインテリアで温かみがあります。ピンと張られたシーツが気持ちがいいです。お部屋の奥から見た室内はこうなっています。スペースの関係だと思いますが、洗面コーナーがベッドルームにあり、面白い作りです。アメニティは歯ブラシ、ブラシ、綿棒セット、ボディタオル、シェーバーなど過不足なく用意されています。ベッドの横にはコンパクトなテーブルセット。小さくてもテーブルセットがあるのは嬉しいです。クローゼットはオープンタイプです。横にはミニバーがあります。冷蔵庫は小型でお水が2本。お茶セットは木のお盆に用意されていて素敵です。棚のサイドはセキュリティボックスとスリッパを入れるスペースがありました。枕元のコンセントは築浅のホテルだけあり、通常のコンセントの他に USB もついています。室内着はコットン製、パンツなしのワンピースタイプです。テレビの下には空気清浄機と折りたたみデスクもありました。テレビはスマートテレビです。 YouTube や Netflix などの動画配信サービスが利用できるので、リーズナブルに泊まって映画やドラマ三昧のおこもりステイでリフレッシュするのもいいですね。1階の一エラウンジにドリンクをいただきに来ました。一エラウンジはオープンスペースのカウンターにドリンクが並んでおり、24時間利用可能です。ほうじ茶やデトックスウォーター、煎茶、そして熱々のお出汁などが並んでいます。ドリンクサービスに出汁が並んでるなんて初めてです。私は出汁と煎茶をいただきました。ドリンクサービスで温かい飲み物をいただき、ほっこりとくつろぐことができました。それではここで宿泊料金についてお伝えしておこうと思います。料金は1泊朝食付き2名1室 11,725円です。1人当たり5,862円でした。
私たちのお部屋は最安値のお部屋ですが、アゴーラ京都烏丸には画像のような広くてより素敵な客室もあり、予算に合わせて選べるのもいいですね。ちなみに時期によって変動しますが、スイートのお部屋は朝食付きで 29,500 円からありました。今回のこちらのホテルはホテル予約サイトの一休 .com で京都市の最安値のホテルと検索して見つけました。ただ予約は一休より安かったアゴダで取りました。はじめからアゴダで検索するともっとお安い宿が出てくると思いますが、一休 .com で検索する方が雰囲気がいいホテルが見つけやすいです。とにかくお安く泊まりたい、そんな方はアゴダで検索、コストを抑えつつも雰囲気のいいホテルがいいという方は一休 .com の検索がおすすめです。ホテルの周辺には飲食店がたくさんありました。私たちは徒歩 2,3 分の居酒屋で夕食をいただきました。ホテルに戻ってきたらライトアップされた外観がとても素敵でした。それではおやすみなさい。おはようございます。朝食をいただきに1位ラウンジに来ました。ドリンクコーナーには昨夜はなかったフレッシュジュースやコーヒー、牛乳が追加されています。朝食はビュッフェではなくテーブルにセットメニューを持ってきていただけます。一段重に盛り付けられた朝食が運ばれてきました。メニューは和洋折衷です。オムレツやベーコン、ソーセージ、ハッシュポテトの洋食メニューと塩鮭、だし巻き卵、おばんざいが2種類、サラダ、梅干し、オレンジ、お味噌汁、そしてご飯です。ボリュームたっぷりで美味しくいただきました。今回は好奇心から素敵なホテルを多く取り扱う一休 .com で京都の最安値のホテルを探し、実際に宿泊してみましたが、想像を超える快適な滞在となりました。それでは私たちはチェックアウトの時間までもう少し滞在を楽しみます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の旅でお会いいたしましょう。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。